のと気にしましょうということでやっていきたいと思います。秘密結社フィガム総帥ハッチでございます。まあね、この金沢のね、重症戦線っていうのも、まあ、なかなかこう一強みたいな感じでね、強い馬が入ってきても1頭2頭みたいな感じが続いていく、勝負付けがねすぐ済んでしまうみたいなところがあって、まあ、例えばね、小馬戦線なんかは白山アマゾネスだったりとかね、毎年三冠に近いような馬が出ているという印象になってしまっているんですが、今年もね、牝馬に関してはそういう強いのが1頭いますよねということで、今回の軸は4番賞がたっぷり、デビュー8連勝、まあ、もうね、賞はたっぷり取ったと思います。重賞3勝と地元勢の中では、まあ、勝負付けが済んだ印象もありますからね、まあ、これはかなりオーツ的には硬い軸になるかなというふうに思います。まあ、そして6番カノンちゃん、まあ、JRA の未勝利からの転出で前走初勝利、まあ、コパのリッキー3区でね、地方への適性もありそうですし、まあ、JRA 未勝利馬がね、そうやって十分通用してしまう、紐には狙えてしまう、まあ、そんなメンバー構成ですが、まあ、ここはね、入れておきたいと思います。まあ、そして8番ピンクビジョン、まあ、2歳のね、重賞では2着の実績があって、まあ、金層もね、掲示板外さずに来てますから、まあ、重賞ってことでね、ここは狙った仕上げをしてくれれば、まあ、楽しみな存在かなというふうに思います。で、9番のダイヤモンドライン、まあ、これもね、重賞2着が2回ある実績は、まあ、その後ね、年明け勝ちきれないでいますが、まあ、重賞ここ目標にしてきた叩き3戦目って考えると、まあ、少なくともね、紐には狙えるんじゃないかななんていうことですね。まあ、そして10番ラバンドラ、まあ、これも JRA 未勝利、ずっとね、芝で走ってたところからの転出で、まあ、移籍後成績安定して3戦目での初勝利となりました。まあ、もちろんね、JRA 未勝利で終わったというあたり、ただダートだったら、まあ、ワンチャン JRA でもそうね、一つ二つ勝ってたのかな、でもね、早めの転出、こういうところ狙ってくるみたいな、まあ、そういった流れができてきてるなと、まあ、地方のね、賞金も上がってきて選択肢が増えてきたのはいいなということでね、狙っておいて、まあ、今回はね、こういった形で、まあ、この後のね、ビクトリアマイル、そして京都新聞杯はメインチャンネル、冬ガム TV で、こちらではその他もろもろという予定でね、やっていきますんで、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。